大丈夫だよ。小学校に着いたらきっと誰かいるさ。でもこんなに静かなのに誰の声も聞こえないよ。本当に生き残った人なんかいるの？もうすぐだ。頑張って。あれ？みんなはここで待ってて。ひどいな。こんなのは想像できなかったですね。火事かな。ストーブでも転んだんだろうね。焼けてる荷物の数を数えてみてください。この数はどうなんでしょう？ああそうだね、8人か。でも死体は2つしかないですね。あとは逃げたんだろう。その時荷物を持って行った人もいるだろうから、それなりの数はいると思うな。ここを逃げてどこへ行ったんだろうね。お前当たる？さあ、めぼしい施設はほとんど水浸しになってしまいましたから。そうだね、何かチリチリになってしまった人と合流する方法があればいいんだけど、まあいったな。とりあえずみんなで考えよっか。それなんでそんな簡単に死んじゃうのよ。疲れ果てて注意力が落ちてたのかな。どうしましょうか。もう嫌ですよ。いっそのことこの町から出ませんか。どこか安全な地域まで行きましょうよ。それは難しいね。どこへ行くにも町から出るには山道を通る必要があるじゃない。
今の季節に山を越えるのは難しいよ。それに地震の影響で道はぐちゃぐちゃだろうしね。それでも踏破する自信がある人はいるかな？登山の経験があるとか。俺はないけどな。でも私もこんなところにいるのもう嫌だよ。水浸しで気持ち悪い。どうにかして街を出ようよ。何か方法はないの？やっぱり今は下手に移動しない方がいいと思います。なんでよ。どこが安全だかまだわからない。情報のない段階で動くのは無茶ですよ。危険を呼び込むだけです。でもこんなとこもう嫌だよ。この景色を見てよ。ここよりもっとひどいところなんかあるわけないじゃん。そんなのありえないよ。落ち着いて考えてください。もちろんどこか行ってみたらここよりいいかもしれないという可能性はありますが、それはギャンブルですよ。何にしろ今は情報がないんです。闇雲に動くのはあまりにも危険すぎると思います。あ、それにそういえば昨日天子さんのラジオは聞こえなかったんですよね。ええ、何も。それが、もしラジオが壊れてたんじゃなくて、そもそも送信がされてなかった可能性もあるんじゃないですか。まだなんか嫌なことがあるの？ねえ、あのラジオが壊れてなくても送信所の方が何らかの事情で機能を停止してしまったとしたら。クワガタさん、ラジオってどれくらい遠くの電波まで拾えるものなのでしょうか？詳しくはわからないけど、ここだったら隣の県の音くらいは当たり前に拾えた。え、それってクワガタさんの指摘通りの事態になっているとすれば、隣の県もこの地震でかなりの被害を受けたことになります。どれくらいの被害でラジオ電波の送信がストップしてしまうのか分かりませんが、まあ普通の被害ではないでしょう。そんなのあるわけないよ。そうですね、そこまでの地震だとはちょっと考えにくいです。もし送信が停止していたとしても何かの手違いが起こったと考える方が自然ですよ。僕はまだかなりの確率でラジオが壊れたのだと思ってますが、いずれにしろ決めつけるには早すぎますよ。でもそれが本当だったとしたら、周りも全部こんなに壊れちゃったんだとしたら、どこに行っても無駄ってことだよね。どこにも安全な場所なんかないってことでしょ。まあまあ、何もかもダメって。そんな世界が滅んだわけじゃないんだからさ。でもほとんどそうみたいなもんじゃん。もうダメだよ。だからそれはまだ想像の一つでしかないんだって。天子くんが言う通り、俺もきっとそこまではひどくないと思うな。そんな分かりもしないことより目先のことを考えないかい？僕もその意見に賛成です。今やれることはまだたくさんあるはずですから、それをやっていくべきでしょう。いずれにしたってこの状況ですぐに行き届いた支援が行われるとは思いません。当面は自分たちで何とかしないといけないんです。全く天子くんの言う通りだ。俺は全面的に大賛成だよ。とりあえず教会に戻ろう。これ以上ここにいたって仕方ないと思うんだ。逃げた人たちもこんな場所に戻っては来ないだろうしね。でもさ、私も今考えても仕方ないことだと思うわ。ひばり、今はとにかく我慢するしかないよ。ゆかっちまで。そりゃ私だってわかってるよ。でもやっぱり不安になっちゃうじゃない。なんでみんなそんな平気でいられるの？私は頭が変になりそうだよ。僕も全然平気じゃないですよ。
なんだかめまいがします。クワガタと一緒か。ほらみんな行くよ、風が強くなってきた。もうめちゃくちゃ、ほんとどうなっちゃうんだろう。きっとどうにもなりませんよ。みんな死んじゃうんだ。いくら頑張ったって、どうせここでみんな。どこか冷たかったり痛かったりするところはない？はい。本当に平気な人なんか誰もいませんよね。ゴム長があればよかったのにね。足が動かなくなる前に済ませたいですね。スーパーまで行かなくてもその辺りの住宅から拝借してもいいんじゃないですか。使えそうな家があればそれも考えるけど、それとも掘り起こして引っ張り出してみるかい？よく探せば無事なのもあるだろうけれど、つい先日まで住人が使ってたやつか。いや、それはやっぱり。そうだよね、俺もできれば他人の家を引っかき回したくないな。いいことしてるような気がします。どうしたの？どうする？僕は迂回したいです。迂回しましょう。
そうだね、安全策を取ろう。これはいけそうだけど。今、人の声が聞こえました。どこから？あそこの中か。聞き間違いじゃないんですか。僕は何も聞こえませんでしたよ。確かに気のせいかもしれませんが、気になります。ちょっと見てきます。危ないよ。この辺りですね。本当にここから聞こえたの？ええ。誰かいますか？タッちゃんも来て。この中に人がいる。生きてますか？あそこの後ろです。本当？間違いありません。大丈夫だ。頑張れ。頑張れ。あとちょっとだ。よく我慢したね。すごいぞ。
どいてください。危ない。こっちを見るんだ。ほら。あんな小さい子供なのどうしてこんな目に。ずっとあの場所にいたんでしょうか。一人そんな気持ちで行く時に気がついていれば助けてあげられたかもしれないのに。天子くんは結構勇気あるよね。体を突っ込んでさ。すいません、勝手に危険を犯してしまって。いや、責めてるんじゃないよ。すごいなって思って。何も考えのない行動でした。手が届けば助けられるって思ったわけでもないし。とっさに体が動いちゃったんだね。結構意外だったな。そろそろ行こう。あれは。やっぱりもう全部めちゃくちゃになっちゃってるのよ。それ以外考えられないわ。まだ決めつけるのは早いよ。もしかしたら何か他のハプニングがあったのかもしれないよ。ハプニングって何よ。いや、それはわからないけど、そうだったらいいなって思ってさ。気休めはやめてよ。田野村さんってほんといい加減だよ。飲ませすぎじゃないの。これで3杯かな。もうおしまいにするよ。ひばりちゃんは結構細かいよね。うるさいよ。温まりましたか。ええ、もうすっかり大丈夫みたいです。頭から落ちなくて本当良かったですね。あんまり危ないことしないでくださいよ。あ、そうだ。何？きっとそのラジオも壊れてるんだよ。後でもう一つ持ってこよう。次こそ放送が聞こえるんじゃないかな。何を言い出すのかと思えば。そうだそうだ、きっとそうだ。
次こそ大丈夫だって。いやー楽しみだな。それでさ、状況が分かって落ち着いたらさ、そしたら音楽とか聞きたいよね。なんか音楽がないとどうも生活がシャンとしないんだよ。ねえねえ、ひばりちゃんはさ、どんなアーティストが好き？だいたいそんなに何台もラジオが壊れるわけないじゃないよ。いやー分からないよ、世の中って摩訶不思議なものだからね。これだけありえないことが起きたんだ、それくらいの偶然があったって驚かないでしょ。でもだからって、ひばりちゃんが何と言おうと俺はそう思ってるよ。よく笑ってられますね。人が死んだばっかりだっていうの。クワガタさん、いやだってひどいじゃないですか。今笑うようなことなんか何もないじゃないですか。昨日地震があってたくさんの人が死んで、まだ少ししか経っていないんですよ。と、そうだね、すごく悲しいよね。じゃあ、でもクワガタさん、田野村さんが明るくしてくれてるのは私には頼りになってるんです。静かにしているとどうしても気持ちが変な方向へ行ってしまうし。ごめんなさい。そうですよね、田野村さんは分かってて、その上で明るく振る舞ってるだけなんですよね、田野村さん。あ、そういう意味じゃないんです。あの、私、大丈夫です、もう余計なこと言いませんから。ごめんなさい。そういえば知ってますか？よくピアノを弾くのに指が届かないからってこの水かきのところを切っちゃう話とかあるじゃないですか。それでコンクールの前にノイローゼになって本当に切っちゃった人がいるんですけど、血が出すぎてコンクールに出られなくなって失意のあまり自殺しちゃったんですよ。おかしいですよね。おかしくないですか？ちょっと待って、もしかしてそれ冗談のつもりなの？ええ。あんたの脳みそ腐ってるよ絶対。でも黙ってコーヒーでも飲んでなさいよ。はあ。あんたってなんかちょっと変だよね。そうですか？親の顔が見てみたいよ。見たことはないんですか？なんで私があんたの親なんかしてなくちゃいけないの？指揮者の天子和樹って知りませんか？あれが僕の親です。テレビで見たことある。本当なの？本当です。じゃあすっごい育ちがいいんじゃないの？外国で生活したとか。よくわかりましたね。子供の頃はオーストリアに住んでいました。すごい。僕がすごいわけじゃないですよ。当たり前でしょ。ええ。でもあのさ、オーストリアってコアラとかカンガルーとかいるんでしょ？コアラ？あ、それはオーストラリアじゃないですか？知ってるわ、冗談に決まってるでしょ。そうですよね、間違えるわけないです。当たり前よ。オーストリアといえばほらあれでしょ、パンダがいるよね。あ、それは冗談だってわかります。そうよ。ああ、川瀬さんは面白い人だな。うるさい。どうも、コーヒー飲んだら近くなりました。俺も行こっかな。ありがとね。失敗してしまいましたけどね。
あれ、ひばりちゃんの俺たちと一緒に表で連れション？雪見ながらだときっと気持ちいいよ。アマコって冗談のセンスが欠片もないよね。やりたいことは分かったけど、付き合ってやってるこっちが恥ずかしかったよ。まあ私も人のこと言えないけどさ。ひばりちゃんの冗談は今思うと面白い気もするね。うるさいよ。それよりさ、ねえ、あのバカどうするの？ひばりちゃんも俺がいい加減なの嫌じゃなかったの？そうだけど、暗いのはもっと嫌い。でもどうするかな。たくちゃんの言い分は正論なんだよね。だけど、あんなんじゃみんなも疲れちゃうよ。あのバカはそれがわからないのかしら。ピリピリしすぎなのよね。ひばりちゃんって意外と気を使う人なんだね。だって今ここにいるメンバーでやっていくしかないんだから仕方ないじゃん。で、ねえ、どうすればもう少しリラックスして落ち着けると思う？俺だったらね。田野村だったら？そうだな、女の子のおっぱいとか触ってたらどんな時でも落ち着くな。はあ、こんな時にも冗談？バカじゃないの？本気だったら頭にウジかボウフラが湧いてるんだわ。いや、そんなこと言うけど、男なんかみんなそんなもんだって。アマコも？基本的には同意します。へえ。ほらほら。そっか。じゃあ、あのバカに試してみるかな。でも私はそんなのたとえ死んでも嫌だからな。優しいユカッチならもしかしたら。頼んでみる？それは嫌だな。頼むよりもお酒とか飲ませてユカッチが酔っ払った隙に。こらこら、友達なんでしょ。大丈夫だよ。後でちゃんと事情を話せばユカッチは怒らないよ。それにどうせおっぱいちょっと触らせるくらいでいいんでしょ。減るもんじゃないじゃん。それなら自分がやればいいのに。だから私は死んでも嫌。なんだか矛盾してますね。とにかくそういうことで OK？ いや、それはめんどくさいから反対意見は受け付けないよ。決定。なんだかな。どうなんでしょう。じゃあ細かい作戦はね。全部こっちに聞こえてるんですけど。ごめんね、ユカッチ。ユカッチは怒った方がいいと思うよ。友達売るなんてさ。確かに悪気はなかったと思いますけど、おそらく。そうだからごめんね。まあ許してあげますけどね。すいません。僕が変なこと言ったせいでみんなに心配させてしまって。だからクワガタはそれだから。いや、もうわかりました。ありがとうございます。そうですよね。そんなことをごちゃごちゃ言ってる場合じゃないですよね。元気を出していかないと。本当？ねえ、ただ一つだけ気になってることがあるんですけど、いいですか？何？さっきコアラって、あれやっぱり素で間違えたんですよね。ぶっ殺す！
何？